こちらキム・ジョンナム氏の遺体が安置されている病院ですが、2日前に一度ここから遺体が搬出されたということです。現地メディアは12日夜、キム・ジョンナム氏の遺体が一旦病院から運び出され、防腐処理が施されたと報じています。マレーシアの副首相も保存のため行ったと事実関係を認めました。